皆さんこんにちは。こんにちは。滑らない砂甲子園の時間がやってまいりました。本日は3位決定戦をお送りいたします。ここ滑らない砂甲子園がまさに試合が行われている会場であります高知コア研究所の岩石力学実験室から放送をお届けしております。そしてですね、今日は3名の、ゲストにお越しをいただきました。本日は摩擦の達人の方にですね、少し科学的な、そして専門的な見方からコメントをいただければと思っております。まずはこちらにおりますけれども、広瀬さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして岡田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ここは天然さんをこの大会苦しめてきた白いダークヒーローことブラインドチョークの販売元になります、東京粉末の山本さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ということで本日はこの岩石力学実験室からお送りしますけれども、広瀬さん、はい、こちらにある機械、これが実際に試合に使われていた機械ということでしょうか。そうですね、我々が誇る摩擦実験室ですね。実験機だな。はい、ちょっと動かしてみますか。はい、やってみましょう。はい、山さん見えますね、この青いやつ。はいはい、本日よいしょ。ちょっとなんかすごい音で聞こえなかったんですけど、これ何の音でしょうか。この試験で油圧で動く部分とモーターで動く部分があってですね、一番大きな音が出たのが油圧で動く部分、油圧の動力源ですね。動力源がボーンと大きな音を出して、あとちょっとだけ高周波の音がキーンっていう音が聞こえてきたのが、これはモーターから来た音ですね。2つを使って制御してるんですね。この押す力と回す力ということですか。そうですね。なるほど。はい、ではちょっと山本さんにお伺いしたいんですけれども、はい、山本さんは普段どのようなお仕事をなさっていらっしゃるんでしょうか。普段はですね、まあ、会社の経営のもろもろをやってるんですけど、まあ、あんまり仕事って言ってもあんまないんで岩を基本のボディに行ったりとか、まあ、あとなんか作りたいものを作ったりとか、まあ、面白そうなものを探して、まあ、アイディアを出してやってみて、まあ、でもほぼ形になることはないので、まあ、ほぼ遊んでる感じですけどね。たまに何かいいアイデアがあると何かそれが本物になったりとかして、それを販売したりとか、まあ、誰かにあげたりとか、まあ、いろいろそういうことやってますね。はい、そしてですね、今現在試合の進行なんですけれども、トーナメント表はこのようになってまして、決勝戦は組み合わせが決まっています。高知県の室戸岬センターのハンレーガンの砂と福井県の若崎キララ石灰さん、そして今日がその3位決定戦、残念ながら準決勝で敗れてしまった新潟県の翡翠石岩と、そしてクライミングチョーク、こちらが3位決定戦となっております。さて、ここまでなんですけども、クライミングチョーク圧倒的な強さを見せつけてですね、準決勝まで勝ち上がってきたんですけども、どうでしょう、今までの試合もしご覧になっていれば。まあ、ちょっと負けちゃったら悔しいですけど、3回戦 の、 逆転勝ちをした時があったんですけど、はいはい、それが結構社員を見ててですね、すごい盛り上がってこんな楽しい遊びがあったらばでも全体通してその専門家の方々がたくさんいらっしゃってて、いろんな話をされてたんですけど、それでもやっぱり予測する、この滑るか滑らないかっていうのを予測するってこんなに難しいなと思って見てました、うん、難しいですね。ちょっと今日はそのあたりの難しさについても今からですねお話をしていきたいと思うんですけれども、しかしですね、やはりその下馬評といいますか、我々選考委員の中でもですね、これは強いであろうと思っていた砂だったので、砂といいますか粉ですよね実際準決勝までどんどん勝ち上がってきまして、どうでしょう、この今までこの強さの原動力といいますか、原因みたいなのございましたら教えていただきたいんですが、お願いします。原因は分からないですけど、多分なんかその僕の予想、そのこの環境の中だと、どれくらい水分をその粉自体が持ってるかでかなりその勝ち負けが決まってくるのかなと思って、うん、っていうのも多分滑ってる場所っていうのが、その多分ステンレスとその粉の材料の接地面じゃなくて、その砂同士、粉と砂の粒子同士が滑ってて多分回転してると思えるんですよね、うん、なので多分このチョークがただの炭酸マグネシウムだった場合は流形小さいし、多分すぐ負けちゃうと思うんですよ、うん、この状況だと。なんで結構水分量が高いんですね、この商品自体が。ここがなんか粘りの
ポイントになってるんじゃないかなと思って、他のチョークでも試してほしいぐらい思ってます。で、今日はですね、滑りのプロフェッショナルがですね、3名ゲストとしていただいておりますので、今日は視聴者からいくつかですね、専門的な質問もいただいておりますから、そちらに皆さんでお答えいただければと思います。一つ目の質問ですが、上の青コーナーと下の赤コーナー、この実験では2つの層を上下に揃えておりますので、どちらかに荷重が寄りかかって、どちらかが有利不利になってしまっているのではないかという質問がいただいております。まあ、特に、下側の方は、上側よりも荷重がよりかかっておりますので、まあ、重力的に下にありますので、有利なんじゃないかという質問をいただいておりますが、山本さん、これ、どちらかが有利だと思います？僕も見てて、結構下側有利で、上側結構滑ってたように見えたんですよ、いろんなのを見てたら。なんで、準決勝はうちこの流れだと下側なんで、これは準決勝も余裕だなと思って。いや、なんか意外とそうじゃなかったんでね。そうなんですね。なってるもありますね。今までの試合のデータがありまして、こちらなんですけど、上側、下側、上が青色で下が赤色なんですけど、実は差ほぼないんですね。で、実際このように差がないんですけど、広瀬さん、ちょっと解説いただけますか？そうですね。これ、なんで上下に差がないかっていうことを理解するために、ちょっと摩擦の仕組みですけれども、この、今、実験の時こういう風になっているんですけれども、はい。この摩擦面、これを滑らせようとする力っていうのは、この面に対して垂直にかける、この力、垂直応力とか呼ぶんですけど、それに比例するわけですよね。だからこれが、この大きさが2倍になったら、滑らせようとする力は2倍必要という、そういうことなんですよね。で、なんでこれ上と下で違うか、一緒なのか、これどっちの方が加わってる荷重大きいと思います？厳密には若干上の方が、下の方が、加わってる荷重が高いような気がします。うん、というのは、この資料ですね、実際の試合では、この装置に2個のブロックをつかませます。で、その間に、さらに真ん中にブロックを置いて、このブロックとブロックの間に資料を挟みます。これ下側です。で、上側はこのさらに真ん中のブロックと、この上のブロックの間に資料を挟みます。なので、厳密に言うと、このブロック分、下側の資料の方に高い荷重がかかっているということになります。ただし、これ余分な力どれぐらいかというのを計算してみますと、これ直径が25ミリです。で、重さが35グラムなので、この面積あたりの増加分ですね。荷重の増加分っていうのは 0.7 キロパスカルになります。で、気圧にすると 0.007 気圧程度になります。なので、実際にの試合では4メガパスカルかけていて、で、0.007 キャプスで、メガパスカルに換算すると 0.007 メガパスカルですね。なので、上は4メガパスカル。で、下には 4.007 メガパスカルなので、ほとんど変わらないという計算結果になります。で、試合結果は実際にほぼ互角ということなので、この効果、重さの効果というのはほとんどないと言えることができます。で、続きまして、2つ目の質問です。いつもコルクと呼んでいる滑らそうという する力がどれぐらいの大きさなのか分かりにくいです。例えばどれぐらいの力で回した感じなのか教えてくださいということです。私もちょっと質問に対して答えようと出したんですけど、うん、なんかね、回す力って分かりづらいんですよ。分かりづらいね。そこでまずちょっと裏切りな数値を出してご紹介したいんですけれども、どれぐらいの力がここだったんですか？はい。ここにトルクレンチというものがあります。ほう。で、このレンチ、普通のただのレンチ、ネジとかボルトを締めるレンチじゃなくて、実はここにメモリがついてて、どれぐらいのトルクでネジを回したかというのが測ることができます。で、この試合中の、試合中が。だいたい6ニュートンメーターぐらいなんだよね。はい、うん。で、6ニュートンメーターということは、これ長さが30センチだとすると、だいたい30センチの場所を持って2キロの力で回したぐらいの力になります。だからここに、ペットボトル、2リッターのペットボトルを1個吊り下げる。その時に ここをグッと持つ力。なるほど。それくらいの力が断層面にとかかってるんだよね。我々が中学校、高校で習った摩擦の、まあ、言葉の一つとして摩擦係数というのがあったんですけど、それがトルクの関係とってお伺いしたいです。我々専門家は、摩擦係数という値で、摩擦の大きい小さいを判断します。で、摩擦係数って何かって言ったら、こう滑らせようとする力と、この面に対するこの垂直応力という、この、まあ、比、まあ、先端応力を垂直応力で割った無次元量、これを摩擦係数と言う。
摩擦係数が大きければ大きいほど滑りづらくて、摩擦係数が小さければツルツルだって、うん、摩擦係数1って言ったら何かっていうと、これを上から1の力で押してれば、同じ1の力で横からこいつを押してやれば滑り出しますよっていうのが摩擦係数だ。摩擦係数 0.5 っていうことは、これを1の力で押してて、その半分の 0.5 っていう力でこいつは滑り出すっていう、そういう係数、無次元の係数で表すっていう。実験ではトルクっていう値が出てくるんだけれども、それを先端応力っていう力に変換して、でそれから先端応力と垂直応力の比を使って摩擦係数っていうのに直すわけだ。なるほど、うん、なので我々こういうグラフを作ることができる。横軸にトルクとって、それから縦軸に、摩擦係数っていう、で今回の試合ですと、おおむね6ニュートンメートルあたり回避差がギブアップすると多かったんですけど、うん、それだと大体 0.36 ぐらいですかね、摩擦係数。これどれぐらいの値なんですか、高いでしょうか、低いでしょうか。そうですね、一般的に岩石、あるアメリカ人の研究者が岩石の摩擦を岩石の種類を変えてたくさん測ったという研究があるんですが、ほとんどの岩石で摩擦係数が 0.6 から 0.85 の範囲に収まるという研究結果があります、うん、なので今回の 0.6 ニュートンメートルというのは、で摩擦係数 0.36 というのは比較的その一般的な岩石の摩擦係数に比べたらちょっと低いかなという値ですね、うん、ですね。はい、アウトです。質問があります、はい、それは塊の岩石とかの話であって、粉の場合でも一緒なんですか、6とか7とか。いい、すごくいい質問で、はい、一般的に粉にすると若干摩擦係数が落ちます。そうなんで、さらに厄介なのが粘土鉱物と言われる、なんかペラペラした雲母類。これは今岡崎さんが言ったような法則からものすごく外れてくるんです。摩擦係数が 0.2 であったら 0.3 とか、そういう値を示すんで、あながち、ここで測ってきた、これまで測ってきた摩擦係数っていうのは、もういい感じの、納得できるような摩擦係数になってる。そして、3つ目ですね。今回、この滑らない砂甲子園で、いろんな戦いを見てきたんですけれども、いくつかの試合が逆転劇が生じました。うん、あれは何が起きているのかちょっと解説していただきたいんですけれども、一、うん、つですね、代表的な試合を今ここで、ご紹介したいと思います。ちょっと今からビデオ共有しますね。でこちらは、上が青コーナーが高知県の最年少の砂、特別枠で、うん、出ましたけど、佐川地質館の化石発見、発掘用の化石の砂ですね。で下が大分県の代表の下池地獄の、砂という試合でした。でこちらの試合がですね、非常にその逆転が顕著に見られる試合ですので、まあ、これを見ながら解説をお願いしていただきたいんですけども、今、トルクがですね、順調に上がっていきまして、まあ、これ、いわゆるこれらの2つの砂、どちらも泥っぽいんですけども、うん、トルクを支えているという状態ですね。同じだけトルクがかかっているんですね、はい、ね、同じだけ垂直応力もかかっている、うんうん、でここからなんですが、ちょっとね、下の白指地獄の部分に注目していただくと、割と早い段階で、動き出してしまうというのが見られるんですが、うんうん、まだ頑張ってますね。先ほど、いや、膨らみがやっぱり下の方が、白指地獄の方が早いですね。この膨らみというのは何が起こっているんでしょうか。これはおそらくそのトルクが加わるにつれて、資料の厚さ自体が縮んでいるというか、隙間が詰まっていくようなことが起こっているんだと思います。なるほど、ピアシアのような状態ですかね、潰れるので、そうですね、家を潰して膨らむという感じでしょうか。なるほど。先ほどお話に出てました6ニュートンメートルに達しますので、ここでおよそ摩擦係数が 0.35 か36ぐらい、うん、というところ で、もうすでに1年経過の方は回り出しているものです、うん、でところがですね、不思議なのはこの時にトルクの値が下がらないんですね。そうですね、私が、ここで習ったのは動摩擦係数って正摩擦係数よりも大体ちっちゃいよというのを習ったので、あれは嘘なんだよね。動いてるのに強くなってますね。これずるいですよね。こういう試合だったらちょっと、うん、どんどん縦も縮んでるし、そうですよ、ね、すごいな、これがもうダメだと思いますよね、この回り方をすると。ところがこれ、トルクの上がり方もここで急になるんですよね。そして摩擦係数でいうとどれなんですかね、今8ニュートンメートルに達しようというところで、今度は上側が回りやすいんですよ、うん、でこの時もうすでに血の池地獄の泥は止まってます。あ、そしてトルクはここから下がりやすいんですよ、うん、で下のですね、血の池地獄が回った時はトルクが上がっていったのに、上が動き出すと今度は下がってくるという、うん、ちょっと複雑な動きに見えるんですけど、うん、まあ、このような感じの試合ですね。でこのまま3位で逆転することはなく、そのままトルクが下がっていくんですね、うん、どういう特性を持っているかというと、血の池地獄の方は、滑ると硬くなる、強度が上がるという特性を持っていて、で佐川地質館の砂ですか、
の特別枠の砂は滑ると弱くなるという特性を持っていると考えます。で、それを専門用語で言うと滑ると弱くなるという砂を、特性をスリップウィークニングと言います。ウィークになるということでウィークニングですね。と言われていて、滑ると強くなるはスリップハードニング、滑ると硬くなるのでハードニングというふうに言われています。で、今のその試合のトルクのおそらくこういう変形が起こっていたのではないかというの、漫画を描いたのがこの図になります。赤が、血の池地獄の泥の、実験中、回転中に起こっていたであろう強度の変化になります。で、青の方が佐川地質館の化石の砂で、まあ、それが変形中に起こっていた強度の変化だろうというふうに考えられています。で、最初は、血の池地獄のこっちかな、こっちの方が強度が低かったので、血の池地獄の方の泥から変形が始まります。ただ血の池地獄の泥はスリップハードニングという特性を持っているので、滑れば滑るほど強度が上がっていくという特性になります。で、そのまま上がり続けるといつしか佐川地質館の化石の砂の強度と同じになります。そして、両方の砂が一緒に滑り始めることになります。で、そうなると佐川地質館の化石の砂というのはスリップウィークという、滑ると弱くなるという特性を持っているので、滑るとこうどんどん強度が下がっていく。ただし血の池地獄の方は滑るとどんどん強度が上がっていくので、ある時に滑らなくなって止まってしまって、その後はずっと佐川地質館の砂が滑るというようなことが、この、劇的な大逆転の、試合には起こっていたのではないかなというふうに、考えています。うん、この東京フーマさんが作られているクライミング場で、特に何種類かあったかと思いますが、これクライミング以外に用途が他にありましたら教えていただきたいんですけども。いや、僕たちはクライミングのことしか考えずにやってるんですが、まあでも、ウェイトリフティング、重いっていう人たちが結構使っていただいてるってことで、はい、よく連絡が来たりしますね。あと、体操選手にも使ってもらったことがあるんですけど、体操ではあんまりなんか止まりすぎちゃうみたいで、あ、やっぱり、なんかやっぱ多分その手の感覚ってすごい大事で、この感覚がやっぱ変わりすぎちゃうみたいで、あれはあれがいいっていうようなこと言ってましたね。なるほど。うん、ウェイトリフティングの時に粉にかかってる力ってすごそうですよね。そうだね、あれは、すごい前段力かかってそうだね。そうですね。それこそさっきの6ニュートンメーターとかじゃないかな。かかってる。本当多分皮膚すぐ持ってかれてますよね。うん、さて、じゃあ試合の方に行きましょうか。はい、さて、ということで、このクライミングチョークは今までの戦いでいうとスリップハードニングをしていくであろうと考えます。そして対するスリップ石板は、スリップウィークニングを示す特徴が、まあ、これは準決勝など見ていてもそうかなと思いましたけれども、うん、さあこの両者、どのような戦いになるか。ちょっと注目しているのが、翡翠奇跡の方に、屈石が 50% ぐらい含まれているということで、あれも、言ってみれば吸着剤なんですよ。いろんなものを吸着するような性質を持っていて、こういうパウダーとかよく見た性質を持ってるのかなと思いながら、屈石がどういうように働くのかなというのはちょっと注目です。なるほど。岡田さん、いかがでしょう。その新潟の翡翠は見たことがほとんどないんですけど、実は高知に翡翠が出てくる場所があってですね、実は行ったことがあって、そこの翡翠の巨岩をハンマーで叩いたことがあるんですけど、めちゃめちゃ硬いんですよ。もうハンマーがこう跳ね返るぐらいすごい硬いので、まあ、硬さとかその粘りですね、その石自体の粘りと皆の翡翠奇跡岩というのもピカイチなんだと思いますが、今回はそういう、なんていうか、一般的に石で強い岩石というのがことごとく負けてきているので、こんなにしたらどうなるかというのを注目したいと思います。さあ、東京フーマス山本さん、この試合どうでしょう、3位決定戦は。いや、まあ大体決勝で負けて2位になるより3位決定戦で勝って3位になった方が気分がいいかな。これ今大変危惧しているのが、3位決定戦にゲストをお呼びして負けたらどうしよう。そうだね。まあこのスリップウィークに似たスリップハードリングの戦いになりますので、勝負のつき方としてはどういった形になりそうですかね。まずクライミングジョークが勝つとしたら、やはり滑り出しが先に起こりつつも徐々に硬くなっていって、最後は翡翠奇跡の戦略を上回って勝つというような形だなと思います。一方でこの翡翠奇跡の方はどうやれば勝てる、もう初めから動かないっていう、そうなるんですよね。動いちゃダメなんです。ただクライミングジョークは先にこう潰れ出してもまだ勝機があるということで、そうですね、まあ翡翠奇跡は押し切るしかないんですね。そうですね。そのあたりが見どころということで、ぜひ注目をしながら見ていきましょう。準備が、3決定戦の準備ができたようですので、よろしいですか、皆さん。はい、せーの、滑らない。
はい、試合が始まりました。上が青コーナーが大阪府代表としていきました東京都松さんのプライミングチョーク、下が日本の国籍ですね、新潟県代表の奇跡がとなっております。左側になるには横軸の時間、縦軸のトルク、回転させる力を表しておりまして、もうすでに両者にトルクが 4Nm かかっているということになっておりますね。先ほど見た摩擦係数でいきますと、大体 0.2 ということで、まだまだ余裕がある感じでしょうかね、両者とも。早速、クライミングチョークの方、若干これ、膨らんでますでしょうか、山本さん。来てますね。さあ、強くなる準備ですかね、これ。必殺技を出したんで。初めから厚さが結構、クライミングチョークの方が厚いんですよね。これは何ででしょうか。もともとやっぱ空気を含んでる量がかなり多いみたいで、これがだいぶその圧力がかかっても抜けてない状態になってるみたいですかね、試合自体は使うこの量は重量で規定しておりますので、傘が、見かける傘が大きいということでしょうかね。そうだと思います。傾向としてだから細粒なものほど、なんかスリップハードニングをするような、そういう傾向があるんで、今度効いてるかもしれないですね。締まりながら硬くなるような感じですか。さあ、トルクは順調にほぼ直線上に上がっておりますが、ね、カタ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 と小さなノイズが見ますが、これは少しずれながらも硬くなっているということなんでしょうかね。実は上がっているのを見るとクライミングチョーク、さあ、まあ、先生の予想通りはありますが、まずは少しずれてそれでも硬くなっているというところで、どうもトルク 8Nm まで来ました。すごいですね。粉なのにこの摩擦、さすがだ、しかも決定ですね。いやー、さすがにこれは両者とも強いですね。さあ、今までの戦い方を見るとまだまだクライミングチョークは粘って強くなることができます、一方の翡翠奇跡眼のマックスの摩擦というのはどの程度か、前回の準決勝を見たところ、そろそろ翡翠奇跡眼も苦しいといったところだと思われますが、岡田さんどうでしょうか。いや、翡翠奇跡は微動だにしてないですね。ちょっとクライミングチョーク大きく決まりましたよ。加速したね。加速しました。しかしトルクはどうでしょうか、山本さん。ま、いやー、止まるんじゃないですか。下がってないですね、まだ。このままどうだろう、止まれるか。これは盛り上がってました。どうでしょう、頭打ちやってきてる。トルク頭打ち、ここで翡翠奇跡眼は動く様子がありません。このままクライミングチョーク、あー、止まれないか。どうだ、まあ、これすごいですね。クライミングチョークも全力を出してるような様だ。そうですね。あー、パン切れず、そのまま。これは翡翠奇跡眼の勝利です。さあ、山本さん、残念な結果となってしまいました。クライミングチョーク判定的に敗れ弱いということでしたが、どうだったでしょうか、この試合。いやー、ほんと忖度してくんないな。いやー、悔しい。いや、ほんとガチでやってますけども。じゃあ、戦前の予想通りでしたかね。その翡翠奇跡が勝つときは、もう微動だにせず押し切るしかないというお話でしたが、その通りの勝ち方がありました。広瀬さん、当時今、大物に翡翠奇跡のコラーもありますけども。これね、今、翡翠奇跡のコラーをこうやって触るんだけれども、圧倒的にこのクライミングチョークの方が摩擦あるんだよ。なるほど。不思議だね。まあ、そう、確かに、とはいえ4メガパスカルの垂直荷重がかかってるんで、まあ、人間の掴む力って絶対にそれよりは低いですよ ね。なので、もうちょっとこの上下のかける力を下げたら、ひょっとしたらクライミングチョークが圧勝だったのかもしれないです。そういうことかね。なるほど。確かに山さん、今まではですね、クライミングチョーク勝つときは割とその1回戦1と試合の2試合ぐらいかな、1回戦2回戦あたりは相手の素顔を粉砕している勝ち上がるようなイメージだったんですよ。その時は確かに相手方は降伏してたんですよね、おそらくね。今回のような強敵相手はもう粘りの勝負になってくるんですが、強かったですよね。でもこれが3位ですよ。そうだね。そうだね。残ってるのが判例版と柿柄セットアイテムです。なんだ、微妙言うてあげへんけど、なんかこっちの方が強そうなんで、決勝戦のあれですよね、引きがありますね、流れが。そういうことだよね。実質の決勝戦なのかもしれない。そうだね。そもそもその深いところから北岩石を研究してるからしたら、その石灰岩とか、まあ、炭酸マグネシウムとか、そういう炭酸塩鉱物がここまで勝ち残る事態がそもそも不思議で、地下から上がってきた岩石の炭酸塩ってもうふにゃふにゃなんですよね。すごいビヨーンと伸びた組織があったりとかして、そんなこんな。だって、カキ殻でしょ。そんなに摩擦強くなる理由ないよね。ないですよね。ちなみに、山本さん、これもし可能であれば、もともとの原料をいただきたいんですけど、元って何なんですかね、これ。元炭酸マグネシウム。の鉱山から来てるんですか、これは。いや、海水です。あー、海水。海水からマグネシウムを取って、それに CO2 入れてということですか。なんで、その鉱物のマグネサイドとかではなく、化学合成なんですね。合成か。はい。だいぶ、だから純粋というか。
ちょっと形とか見てみたいな。確かに。セブン見てみよう。セブンの決勝できてるんでしょうね。そらくなりました。ちょっと月曜日予約してて、うんうん。決勝か決勝か。でも XRD 出るんで、決勝だね。何か山本さんの告知などがありましたら、流しますので。いや、特にないですけど、まあ、せっかくなんで、多分これ見てる方って、学生さんとかもきっと多いですよね。うん、多分こういう鉱物とか、岩石とか興味ある人多いと思うんで、ぜひ一度クライミングしていただきたいです。なるほど。うちのチューブ使ってもらって、うん、何が違うのかっていうのを、肌を通して感じていただけると、なるほど。きっと多分僕なんかもクライミングするまで全然興味なかったんですけど、クライミングするようになって、その岩場に行くといろんな地層が見えたりとか、その普通に生活したら、なんですか、出くわさないような岩壁に行くわけじゃないですか。うん、すると結構自然の脅威を身近に感じるので、なんかそこから、ね、結構僕も好きになって岩石とかの本を見て、あ、これは 何があんなんだとかを調べて、こうでなんかそういう知識もあってかこういうものを作って今そうやって生活してるんで、いや、 やっぱなんかこういうその 実用的っていうか、その肌を通して何が違うっていうのを感じるっていうのは、なんてクライミング以外に多分できることほとんどないと思うんですよ、岩は特に。なんでね、ぜひこの岩質によってで、そのどのくらいフリクションが変わってくるのかとか、そのホールドの形状も全然違うわけです。ポケットだったり、その1ミリぐらいの段差だったりとか、あとはツルツルだったりとかあるんで、そういうのからこう体積感だったらこう何億年前を感じながらとか、おお、そういいですね。その年っていうか、その時代によって変化するものじゃないですか。で、河原とかって僕らの生きてる範囲でも体積とかで変化するんですね。だから本当に身近にそういう体験ができるっていうのは、もうそこの河原駅をすぐできるんで、なんかもう。これはもう全世界の国にやってほしいスポーツだなと思ってるので、ぜひ。はい、ということで3位決定戦は、残念ながらまさかのクライミングチョークは敗退、そして敗退おかしいですね、4位となりまして、新潟県代表の奇跡戦艦が見事3位という結果となりました。さあ次はですね、いよいよ決勝戦が行われます。決勝戦の組み合わせは高知県の室戸岬先端の判例岩、そしてその相手は、福井県ですね、福井県若狭柿原石灰砂という戦いです。さあこちらも楽しみですね。楽しみだね。はい、それでは皆さん、決勝戦までさよなら。滑らない砂甲子園、次は決勝戦です。決勝どちらが勝ちます？あ、決勝ですか。はい、まあ、でそうですね、柿柄の方に負けてほしいですね。なんで判例岩の方にもう一回やらせてもらって、あ、なんか全部いろいろあやふやになるかな。